皆さん逃げて、逃げてください。ゼシア、一体どうしたんだ、なぜバハムートを。世界が破壊されている。あのバハムートはゼシアが操っているのではなかったのか。ゼシアがバハムートに命じているわけではなさそうですけれど。当たり前だよ、ゼシアはそんなことしないよ。だろうね。だとすると最悪のパターンかもしれないよ。皆の者、気をつけろ、来るぞ。一体何が起きたんだ、ゼシアの身に何が。バハムートだ。俺の時と同じようにバハムートがゼシアの体を支配しようとしているのだ。そしてこの世界ごと始まりの人復活の可能性を消そうとしている。そうとしか考えられん。そんな、ゼシア、しっかりしてくれ、ゼシア。完全に意識を奪われてしまっているようだな。どうすればいいんだ。ゼシアを倒してしまえばいいというなら簡単なんですけれど。できるわけないよ、そんなこと。だがネデオと違い流化をしているわけではない。ゼシア自身を抑えることはできるかもしれん。うまく意識を失わせるなりすれば、あるいは。やるのであれば、勝負は一瞬だと思う。ゼシアが流化をしてしまえば、終わりだからな。流化？ゼシアはバハムートへ流化はできないんじゃ。できないわけじゃないよ。体への負担を考えて、していないだけだ。その気になればできるはずだよ。でも、その代償も大きい。もし今のゼシアがバハムートに流化したら。どうなるの？よくても二度と人の姿に戻ることはできないだろう。悪ければ流化した瞬間、この世界から消滅する。ゼシアに流化する隙を与えず、一瞬で意識を奪うか。言うほどたやすいことではないぞ。一つ間違えれば命ごと奪うことにもなりかねん。やってみせる。俺にやらせてくれ。いいだろう。お前に覚悟があるのなら力を貸してやる。契約に従い、我が力となれ、バハムート。ゼシア、いやバハムート、貴様の真意を見せてみろ。告白？
先ほどまでゼシアの呼んだバハムートは流化したネデウにはかなわなかったようでしたけど。おそらくバハムートの影響が強くなっているのだ。その分ゼシアへの負荷も増している。急がねば。ネデウ、大丈夫ですか？心配すんな。マナでできた巨像ごときに負けはしない。僕たちも行こう。少しでもゼシアの気をそらすんだ。はい。行け。ああ、今助けるぞゼシア。これは何をしている？なぜためらう？ネデウ、よそに気を取られないで。バハムートがしまった。ゼシア、貴様、先ほどなぜ攻撃をためらった？覚悟を決めたわけではなかったのか？すまない。だけどあのまま続けていればゼシアは流化していた。このままじゃゼシアの体が、そう思ったら動けなくなってしまったんだ。ゼシアが流化だと？そんな素振りなどなかったはずだ。なぜそれが分かった？それはマナの流れで、そういうものじゃないのか？うん？シェス姉さんやバルクス兄さんなら分かるだろう。人とドラゴンをつなぐ絆の糸のようなものが。その糸を伝うマナの流れを見れば流化するかどうかくらいは。自分が流化する際、ドラゴンのマナが伝わってくるという話ならばわかるが、他の方がいつ流化するかなんて見ただけでそうそうわかるものじゃありませんわ。副流契約者ならではの特殊な感覚ということか？あるいは経験則やもしれぬ。王族とはいえども、他者が流化する姿を目にする機会など多くはない。なるほど、乱世の生み出した才能ということか。俺だけの感覚だったのか？お前は他人が流化するタイミングをつかめるという話は分かった。だがならば、なおのこと覚悟を定めておけ。この先ゼシアの体を気遣っている余裕はなくなるかもしれん。どういうこと？ゼシアはどこに行っちゃったの？逃げたわけではありませんわよね。多分樹冠に向かったんだ。この木の核を破壊して聖なる木を世界から消滅させようとしているんだろう。この木の核とは、聖なる木の意志と言っていたあの光のことか？聖なる木は世界を支える重要な因子の一つだ。失われれば世界の消滅に一歩近づくと思って間違いない。放ってはおけぬな。急ぎ追わねばなるまい。ああ、急ごう。ゼシアを助けるんだ。
思い通りにはさせんぞ、バハムート。アスラム、ゼシアを頼む。うん。そろそろ頂上だ。みんな覚悟はいいな。覚悟、そうですわね。ちゃんと決めておいた方が良いかもしれませんわ。ゼシアをどうするのか。どうするって助けるんでしょ？ね、そうだよね。もちろんそのつもりですわ。でも無策で突撃するのは趣味じゃございませんの。ネデ、それに人狼だ。精神の世界に入り込むあの術をもう一度使うことはできないか。ネデウと同じように精神の世界でゼシアを助けることができれば。おそらくそれ自体は可能でしょう。いえ、それしか今のゼシアを救う方法はないと言ってもいい。ですが、何か問題があるのか。ゼシアの呼んだ巨像のバハムートのことだ。精神の世界に行くと言っても肉体はここに残されたままになる。暴れるバハムートを前に肉体を放置していくなど自殺行為だ。まずは目の前にいるバハムートをどうにかすれば精神の世界に行くことなどおぼつかないだろう。やれやれ、バハムートをどうにかするのに精神の世界に行かなきゃいけない。でもそのためにはバハムートをどうにかしなきゃいけない。まったく、なんかの冗談のようだね。どんなに冗談のようでも、それが私たちが直面している現実ですよ。バハムートを抑える者と精神世界に行く者とで二手に分かれるというのはどうだ。良い手ではありますが、今バハムートを完全に抑え込めるのはネデウだけでしょう。ですがネデウなしでは精神世界でのバハムートに対処できない可能性があります。結局は堂々巡りか。ねえ、アルベリア王家は何百年もの間ドラゴンと契約を結んできたんだろう。こういうトラブルへのノウハウとかないのかい。契約したドラゴンを制御できない時とかさ。そう言われてもな。そもそも制御できぬようなドラゴンは契約を受け入れてはくれぬ。資格なき者が契約者となることはない。いや、残念ながらそうと決まった話ではない。アスラム、何か知っているのか。アルベリア王家に伝わる禁術には契約を背負えぬ者のために負荷を肩代わりするものがある。肩代わり、そんなことが可能なのか。可能だ。身代わりを立て契約による負荷はそのものが背負うように仕立てる。そういう術があるのだ。なんと。ドラゴンとの契約を済ませなければアルベリアの王たる資格はない。だがかつての王の中にはその禁術で契約を行い王となった者もいる。バカな。それでは国と民への裏切りも同然ではないか。ですが、あり得る話ですわ。歴史を紐解けばどう考えても契約ができたとは思えない王もおりますもの。アルベリア王家とて300年の歴史がある。常に清廉潔白というわけではなかった。決して表には出せぬ暗部も存在している。だけどその術があれば
ゼシアを助けることもできるんだな。断言はできぬが、可能性はある。バハムートの支配からゼシアを解放し、目覚めさせることはできるかもしれん。あ、そうなれば暴れるバハムートを抑えることはできるか。あとは精神の世界でバハムートの意志を制するですね。よし、それで行こう。みんなもいいかい？ええ、ですけど納得したというには程遠いですわ。王家の秘中の人も言える暗部を知っている人物、やはりあなたは。あなたが何者なのかいずれご説明いただけるのでしょうね、アスラムさん。そうだな、時が来たならば全てを話そう。今は行こう、ゼシアを助けに。アスラム、ゼシアを頼む。うん、ゼシア、今度こそこの世界でこそそなたを救ってみせる。何時が席は我が席、何時がには我が荷、何時が約定を重ねの約定となさん、契約の連環を。案ずるな、ゼシア。もはやバハムートがそなたを意のままにすることはかなわん。ありがとうございます。そういうあなたの方は大丈夫ですの、アスラムさん。ゼシアの負担をあなたが背負ったということでしょ。今のところ問題はない。だが気を抜いていいとも思えんな。これがバハムートとの契約の重圧か。ではこちらも急いだ方が良さそうですね。ここからが本番ですよ、皆さん。ああ、分かっている。ゼシアの精神の世界へ行き、バハムートの意志を抑える。ゼシアも大丈夫か？精神の世界。ええ、わかりました。こうなってはそれしかないのでしょう。どうかしたのかい？何か気が進まないみたいだけど。いえ、気が進まないなんてことは。バハムートが私を支配、何なのでしょうこの違和感は。今は行動をしろ、ゼシア。バハムートの意志を前にすれば分かることもあるはずだ。そうですね。行きましょう。バハムートの真意を確かめなくては。では参りましょう。バハムートの意志が潜む精神の世界へ。ここがゼシアの精神の世界か。わあ、綺麗なお花畑。私の目には荘厳な神殿といった趣だが、確か見る者の認識が反映されているのだったな。ええ、
あなた方がゼシアをどういう人物だと思っているかということですね。綺麗な景色だったり立派な建物だったりするのはゼシアがみんなからそう思われてるってことだよね。さすがゼシア。なんだか少し恥ずかしいですね。あれ、ゼシア、その姿は？ええ、ここではバハムートの力は使えないということなのでしょう。あなたの方はどうなのです、ネデウ？俺のバハムートの力は使えないということはなさそうだが、この世界にはバハムートの意志が具現化した存在がいる。迂闊に流化はしない方がいいだろうな。そのバハムートの意志のお出ましのようだ。来るぞ。バハムート、どうか私の言うことを聞いてください。問答無用か。やはり私との契約は受け入れられないということなの。もともとバハムートが求めているのは世に権限するための器だ。最初から支配するためだったのだから、受け入れるも何もない。そうなのかもしれませんけれど、先ほどまではあったんです。バハムートが私との契約を受け入れてくれている感覚が。なのに急に暴れ出したかのようになって、なかなか興味深いお話ですけど、のんびり考え込んでいる暇はなさそうですわよ。そのようだ。今はバハムートに力を見せつけるしかない。支配には屈しないと分からせるんだ。わかりました。それしか方法がないのなら、バハムート、私の力を証明してみせます。攻撃を積み重ねてもひるむ様子もないとは。やはり力押しだけではダメということでしょうか。なんだ、何か変だ。どうしたの？変って何が？俺の気のせいかもしれないけど、なんだかバハムートが苦しんでいるような。兄様もそう思われますか？私もこの世界に来てからずっと、いえ、現実世界で私が支配されている時もずっとバハムートが苦しんでいるように思えていたんです。まるで何かに操られているようだ。何かに操られているか。そうかもしれん。ネデ、何かわかるのか？契約を分け合ったとはいえ、このバハムートは俺が契約したバハムートと同一の存在だ。にもかかわらず、俺はこのバハムートから意志を感じ取ることができない。ということは、まさか。ああ、何者かの意志が介在していると考えるべきだろう。ゼシアを操ろうとしている者はバハムートではなく
その後ろにいる何者かである可能性が高い。つまりバハムートは何者かに操られているってことか。本当にそんなことがありえるのか。創世の竜と呼ばれるバハムートを一体誰が操れるというのだ。確証はない。だがそう考えれば俺やゼシアの違和感に説明がつく。君の言うことが事実として何か対応策はあるのかい？一つ考えがある。鍵となるのはお前だ。俺？一体俺に何が？どうやらお前は人とドラゴンとの絆やマナの流れに敏感なようだ。おそらく何者かはゼシアとバハムートの契約を利用し、そこに潜む形でゼシアを操っていた。そこでお前にはゼシアとバハムートの契約の中に潜む異分子を見極め、可能なら排除してもらう。そんな、ゼシアとバハムートが繋がっているのはわかる。だけどその中から異分子を見極めるなんて。無論このまま見極めろとは言わん。今から異分子を炙り出す。炙り出す？これからゼシアにバハムートへの流化を試みてもらう。でも流化したらゼシアは。実際に流化まではしないでいい。だが流化を試みればマナのやり取りが活性化するはずだ。その中でゼシアとバハムートをつなぐ以外の何かを見つけられたら、それこそが異分子だ。見極め次第お前の手で断ち切る。わかった、やってみせる。ありがとうネデュ。うん、何の話だ。いや、俺を信用して大事な役目を任せてくれて嬉しいよ。何をふぬけたことを。俺にできないことでお前にできることもある。それだけの話だ。そうかもしれないけど、君にそう思ってもらえることが嬉しいんだ。ならば与えられた役割くらいは完璧にこなしてみせろ。ああ、分かっている。ゼシアのために、ネデウのためにもやり遂げてみせる。お願いします、兄様。他の者はバハムートへの攻撃を続行だ。奴が力を求めれば求めるほどゼシアとのつながりを強くするはずだ。よーし、やってやろうじゃん。行くよ、みんな。